じゃあもうネタなくなってるやん。第157番発信豪華車おめでとう。どういうコンセプトやねん。いや、東京のパリピをイメージしたんだよ。俺も今、東京のパリピをイメージした。お前の東京のパリピどうなってんの。はい、ということで、はい、本日は 5.5 キロのチャーハンでございます。今回はですね、分かれてます。これ大したことないように見えるけど、この厚さがすごいから、深さがね。もうね、俺サムネで一生懸命こうやって持ってたけどね、めっちゃプルプルしてたから。はい、ということで、まあ、ルールは簡単でございます。はい、これを食べきれば勝ちでございます。はい、チーナー俺余裕です。僕、4800g 食ってもらうんで。マジ？嘘そしたら一口目いっちゃいとると思います。いかないでください。もうチャーハンといったらもう一気にかき込まなきゃね。いいね。うわー、これクックドゥの CM 来るよ。セットプレーやん。やばい、中華料理で一番好きかもしれない。うわー、上手だね。そんなコメントうまなかったよ。中華料理の中で一番好きかもって言っただけやん。グラグとかじゃないけどね、負けないですよ今日。おー、いくね。おー、おー食べれなくなってるやん。え、これでいい？本当に。お前の爪痕これでいい？うん、バーヒルは。オッケー。見てください、このパラパラ具合。全然パラパラちゃうやんけ。いや、水ないよこの家。大丈夫？あ、じゃあ教室さん、その格好はちょっと水かいってくる。それ勝負服でしょ。勝負しに行ってよ。勝負しようかい。ということで、一人脱落ということで。え、でもなんかチャーハンってなんかいけそうな気しない？でも今回はチャーハンということで、やっぱご飯といえば俺じゃん。ご飯は完食、間違いなし。大体この時俺勝ってるけどね。だよね。チャーハンっていうのはやっぱり男の勲章なのよ。聞いたことないよ。あの島大輔の男の勲章って曲あるじゃん。チャーハンからできてんだよ。そつけよお前。突っ張ることが男の男。突っ張ることがあったらチャーハンのこと。なんでや。突っ張るって中国ではチャーハンを食べるって意味だ。ほんまか。こうまっすぐな目で島大輔さんに突っ張るってチャーハンですよねって言えるかお前。マジ言えるよ。島田大輔さん、突っ張るって男の勲章ですよね。本当にあの歌、いい歌です。ファンメッセージみたいになって。突っ張るって男の勲章ですよね。そりゃそうやろ。普通に考えて、やっぱり野球部とかの合宿とかあったやん。うん、1人 1000g 米なみたいに言われて、うん、もう死ぬ思いで食べてたよ俺。みんな 1000g 食えんのそれ。いや、だから食えないやつ出てきて、合宿がね、3日ぐらいあって、夜飯からもうその飯のね、バトルがスタートするわけですよ。そりゃこんなガタイのやつらは、ブワー食って、おぐさぶしゃーって自分の時間あんねんけど、うん、巨ジャッキーズと言われるメンバーに入ってたんですけども、俺らはもうこんなやってんねん、もう。ほんなら、ずっとコーチがもう見張ってんねん。巨ジャッキーズ一番次の日に次の日に、おう、じゃあ、巨さん、僕もらっていいですか、お水。あ、おいです、すいません。なんで俺だけカップなん。栄養足りてないと思って巨ジャッキーズ余計なお世話、誰が巨ジャッキーズ。みなさん、こんにちは。インリビングか、お前。アウトリビングです。今回は S カップ V ですね。あんま紹介しないでしょ、あの人こういうの。なんで失礼します。インリビング飲みたいと思います。近いな、近いな。うわ、怖っ。うわ、気持ち悪い。胸から気持ち悪い。お前クリオネか、お前。クリオネもね、補助口に気持ち悪いからね。ラローネ、ラヨローナね。ヨローナだ。お前ら言ってんの。じゃじゃーん。じゃじゃーん。ヨローナ見た人じゃないと分からん、それは。はい、というわけで、僕、味変したいので、調味料の方、お願いします。調味料。いや、こっちマジやばい。精神的量、えぐ。サムネ取れるよ、こっから。やばいやばい、持ってきすぎや、お前。中国の爆買いか、お前。ルール。一番最初にルールおかしい。ハムナプトラ。なんだ、ハムマサラだよ。こん中でチャーハンに合うのなくない？あれですね。ないとか。え？この家ほんとバカだからさ、うん、マジねえの調味料が。この家バカだからさ、サムヤ取ってる時にさ、うん、結構熱いのよ器が。布巾持ってくればいいじゃん。今日は布巾取ってきてっつったら、うん、布巾なんかねえよ。なんか布巾とかでいいんじゃないの。布巾なんかねえよ。で、今この家トイレつかないからね。あっちだ、そこの、あの、扉の前の電気もつかないから。いや、ありますトイレ入ったら絶対床濡れてるから。住んでるやつもバカやから全然直そうって。昨日からトイレつかないこと知ってんのに携帯の明かりで。お前のペースが下がることはもう分かってる。知ってるよ、俺だって。それは自分でも分かってるんだよ。分かってんだ。分析したんだよ、自分で。落ちるんだよ、俺は。自信を持って言うな、お前。
俺は今何を動かしてるか知ってるか。俺はお腹がすくマッサージマッサージ多分これやってみようこれ超いいからなんでお前もやってんの。してんの気持ち悪いほら、これでどうだ。こんなもの、俺もさせろ。まあ俺もさせる流れの笑いやろそれ。アロアロ、チャーハンです。うん、すっごい美味しいので、すっごい食べてください。チャーハンっていうのは一気に食べるのがすごい美味しい。すっごい食べてください。ありがとうございます。なんか工夫してくれ。わかった、温めるじゃん。お、もうファイニングボールしてるの。やめろそういうこと言う。お前がそういう下ネタみたいな動きするからチッってね。チッじゃねえよお前。え、はい、温めて。何これ。ラップしたの。え、カラサリスこれ。うわ、なんでお前ハボのものだけ前から料金なんだよ。相談があります。上田、調味料でどれ食べた方がやっぱ美味しいですか。このハバネロソースかな。あ、ハバネロ美味しそうだ。ちょっと試しにやってみてよ。じゃあちょっとかけてみてくださいよ。持ち方が全部一個持ち方してる。まあここからどう行動するかによってもうお前の未来変わってくる。で、お前がまたコメント欄で叩かれるからな。お前うざいってなる。なる、うざいってなる。嫌われる。嫌われる。どうするお前。仕切っとるやん。じゃあいただきます。はい、いや結構味変としてはいいと思うけどね。めちゃめちゃちょうどいい。今日はさ、俺思ったんだよ、これさ、ギブアップしてもさ、量の少なさ勝ったら勝ちじゃん。まあそれはのりさんと京平さんのセリフジャッジ的な感情で審判してもらいましょう。ある歌があるんですよ。京平ちゃんと俺についてきてる。タイトル、チャーハン。絶対今決めたね、これね。チャー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 俺の心はじゃあ、作詞は今日かっこいいっす、お前だって。多分ね、多分あれだよ、端から食ってった方がいい。そうやって中から食っていくからもう全然減ってないよ。もうバカだ、寝ぼくりしちゃう、これ減ってる。絶対これもっとあるわ。すげえわかるわ。バカ深いもんね。その食い方なんなん。普通に食ってもらってもう減らないんだもん。帰るか。卓球部が一番手嫌いするタイプ。俺は多分普通に帰る。帰る。で、近くのゲーセンで最高の殺人するんだよ。そんなやつが大食いできるわけ。まあ、ペンキの味してきた。なんで食ったことあんのよ、お前。気合入れよう。背中叩いたら、お前はジャイアントしてみたいです。ガッ！吐きそうな。最近でもね、よく食う男性ってホテルらしいですよ。めっちゃかっこいいらしいぞ。めっちゃかっこいい。まあ、どう？え？は？やいだ。びっくりした。すぐでしょ。買い物？いないし、別に空いてない。切り取り直していきましょう。行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、じゃあそろそろさ、ちょ、あの、満腹ジュース確認しようよ。じゃあ、5段階中、大輝さん。はい。満腹ジュース、いくらですか？正直に答えます。はい。5.2。限界超えとる。さあ、タボさん。ゼロです。それは何？押すわ。うんうん。押すのもどうかなって思う。あぁ！ 5.5 ですね。さあ、食っていこう！よし、行こう！はい、行きましょう。手あげてます。なんだ、ちょっと、悲しいですか？どうした？相談したいことがありまして、うん、先生はな、お前の意見をギブアップです、ギブアップです、ギブアップです。ええ魔法カードオープン、ジャッジメントタイム。あぁジャッジメントタイムめっちゃアホやん。俺でモテるよ。ほげ負けはい、ということで第35,685回大食い対決、大輝の勝利。さあ、これで勝率をまた一勝で五分というところまで持ってきました。大輝すごいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではこの後のサブチャンもお楽しみください。お楽しみください。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。止まらない、結果を目指し走り続けよう。